皆さんこんにちは。突然ですが、ホットコーヒーのこの飲み口いかがお思いでしょうか。私は、猫舌なため、とてもこの飲み口が苦手です。はい、熱い。おそらく、中のホットコーヒーが冷めないようにギリギリのラインでの、穴の大きさということになっているのかと思うのですが、ちょっとメールが届きましたので対応いたします。その小さな穴に熱さが全て凝縮されるような感じがありまして、猫舌の私にとっては非常なる鬼門というか、熱い熱い。私の体感ではホットコーヒーの温度がこの狭い出口を通ることで 3,4 度上がってるような感覚を覚えております。そしてなかなかたどり着かないこの恐怖もあります。お隣がアイスカフェオレを頼んでおりまして、そっちにしたらよかったなぁと今、後悔をしているところです。はい、ちょっと開けて冷ましていきます。今品川駅の、新幹線乗り場のそばの、喫茶コーナーで飲んでおりまして、そろそろ、新幹線に乗らなきゃいけない時間なので、冷まして一気に、まだ熱い、まだ熱いです。ということで、これを持ってそのまま新幹線に乗るか、おばさまたちが無重力マッサージに興味を示しております。以前このチャンネルでもお伝えしましたが、あのマッサージ機の威力はとても強いので、注意が必要かと思います。私は今こちらの温度に注意を払いながら、はい、まだ暑い。そう簡単には冷めてくれません。そろそろ新幹線の時間なので移動しないといけません。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。